はい、どうも皆さん、お疲れ様です。レインボーシックスエクストラクション、今回は第14回目かな。続きの方をプレイしていきたいなと思います。今回からはですね、アラスカの調査の方とトゥルースオアコンシクエンシーズの、こちらをですねやってね行きたいなと思うんですけども、今回はね調査の方を進めていきたいので、アラスカの方で調査を進めていきたいと思います。結構脅威レベルを上げていかなくちゃいけないので、今後はね高いの方で、やっていこうかなと思います。というわけで何でいこうかな。あらゆるタイプのアーケード、まあ、超高いっていうのがあるんですけど、試しにこれ行ってみようかな。パラサイト変異ディスクっていうのはですね、まあ結構なんかバフみたいのがつけるかな。はい、じゃあ行きます。じゃあ試しに脅威レベル超高いで、爆薬でトーメンターのためにスタン状態のトーメンターを切るまたはアシストを切る。ちょっとじゃあ試しに行ってみようか。超高いで行きますよ。じゃあじゃあ行きましょう。ネストは分厚い鉱皮で覆われている。アーマーネスト。標本はエリートターゲット捕獲、テイクダウン、ネストの破壊。捕獲とテイクダウンか。どうしようかな。ここは。ブリーチングハンマーに任せとけって。ブリーチングハンマーで行きたいと思います。で、これでサイトを。レッドドットにして、でスタンにさせたいので、スタングレネード持ってこうかな。あー迷いどこだねこれね。まあ、とりあえずじゃあスレッチでいきましょうか。いやーどうする、フィンカで。まあフィンカで行くのもありだし、エアジャブランチャーでノマドで行こうかな。ノマドでも行けるかな。ちょっとどういうタイプが来るか分かんないから、とりあえずスレッジで行ってみるか。か、スモークは今ダメージ減ってるから。まあ、それかまあ、一番エースのエラで行くか。エラで生き残りをかけるっていうのもありなんだけどね。迷いどこだね。まあ、超高いだしな。スタンさせる。ちょっと慣れてる。クレーターでやるのよ。オッケー。じゃあちょっと一番使い慣れてるエラで行こう。ちょっと経験値欲しいですけど、ちょっとわからないんで、今回超高いなんでね。あ、ちょっと無理だって思ったらね、ちょっとオペレーターのレベルを、他のオペレーターのレベルを上げてね、行きたいなと。ですけども、じゃあ行きましょう。よし、じゃあ行くか。貴重な敵を追って、研究班は生きた状態のものを求めてる。いたら知らせるわ。捕獲か。最初が捕獲か。あそこまで引っ張ってこないといけないからな。怖えな。いるな。オッケー。ネストが危ねえ。テイクダウンできん。ほら。よし、テイクダウンしていこう。ターゲットよ、生かした状態で回収地点まで連れてきて。来い来い。
来い来い。ああ、来い。来るか。来い来い。逃げろ逃げろ。あぶねあぶねあぶね。あぶねあぶねあぶね。ステルスしてる。少し揺さぶってやるわ。あ、もうちょい。もうちょい。トラップを作動して。やだ。よし。よーし。ざまみ。任務完了よ。あとは科学班に任せて。よし、じゃあ次のエリアに行こう。アビリティがあったな、どっかにな。確かそこにあったはず。だから、それ回収して、めんどくさいことにならないうちに、次のエリアに行こう。あれ外すか、俺。ビビってんな、俺な、多分な、これな。そりゃそうよ、脅威レベル超高いだもん。何が来るか分かんないからね、それ。トーメンター倒さなくちゃいけないんですけど、トーメンターっていうのはちょっと上位の、まあ、アーキエンで結構硬いというか、いろいろやってくるんですよね。瞬間移動したり、物飛ばしてきたり、いろいろしてくるアーキエンなんですけど、そいつがすごい、とてつもなく厄介なので。OK? 悪くないわ。次のサブゾーンでも、その調子でお願いね。了解。アビリティは OK で。リアクトギアがある。あ、リアクトギア。次のサブゾーンに向かって。ここにはもう何もない。了解。で、変異ネストは、もうインパクトグレネードで、どんどん壊しので、とりあえず、先進みましょうかね。エアロックシリーズ、サブゾーンの移動がよ。次はテイクダウンだね。いや、テイクダウンちょっと大変だな。まあ、囲まれたらまず研究班は変化し続ける終わりだと思った方がいいんで。アーキエンの組織サンプルを必要としてる。ターゲットはサブゾーンにいる。なんか反応した。何かに反応した。あ、いるな。怖い怖い怖い。反応して、反応したね。ターゲットだ。テイクダウンで排除しろ。キズモットアウト。キズモットを投げる。キズモットを。はい。よし。あぶね。ネストが硬い。そりゃそうだ。よし。あーららららららら。よし。とりあえず次のエリアに行こう。今んとこいいぞ。今んとこでも危な。あんなふらふら歩いてんだ。ちょ、本当はね、トーメンターやっつけたいんですよね。トーメンター、ガスタン状態のトーメンターを倒すと。なるほど。包皮で覆われていようが。危ねえ。用事は済んだわ。次のサブゾーンに行って。やべえ、スマッシャーだ。やばいやばいやばい。それは聞いてないよ。
どうすればいい？おい、なんでこんなところにスマッシャーがいるんだよ。おかしいだろ。いてめっちゃ囲まれたし、まあでもなんとかおかげで。バカめ、バカめ、ここには入ってこる前。先に行こう。エアロックシーケンス、サブゾーンの移動が有効。危な。マジで危ないわ。サブゾーン内で変異ネストを確認。探して。あ？なんだ？うわ。いってー！トーメンターだ。やばいやばいやばい、こいつはやべえぞ。モーメンターの発射台って、くそったれ。バッチ、やばい、やばい。目標は遠くないはず。偵察ツールがあるなら使って。これは撤退です。撤退、撤退します。これはちょっと、逃がしてくれー。何も見えねえ。今来られたらまずい。もう少しだったのに。痛い。必ず助けに戻る。はい、というわけで今回は、失敗に終わりましたので、次はですね、なんとか、救出したいと思います。というわけで、皆さんご視聴ありがとうございました。次回もお楽しみに。